はい、今回は悪口を言われて逆に好かれていく人の特徴っていうのを話していこうと思います。 職場でも、まあ、友達との関係とかでも、まあ、あ家族とかでも、自分に対して暴言を吐いてきたりだとか、悪く言ってきたりだとか、自分のことを引きずり下ろそうとしてね、えー、たくさん暴言とかを吐いてくるとって言いたりすると思うんですね。でそういう人に対して、どういうふうな対処の仕方をしていたら、えー、周りからね、逆に好かれていくのかっていうのをね、話していこうと思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションとか、生き方、考え方とか、そういった部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 ということで、今回も内容に入っていきましょう。まず、悪口っていうのは、他人を自分と同じ位置、もしくはそれ以下に下げるものなんだっていうことを覚えておいてほしくて、相手が自分に対して悪口を言ってきている時っていうのは、自分の位置まで下げようとしてきている。もしくは、自分が US カに浸れる位置まで、こちらのことを自分の下に下げてしまおうとしている状態なんですね。つまり、ここに素直に反応してしまうっていうことは、そこに行ってしまうっていうことなんですよね。 これが非常に、えー、覚えておきたい部分で相手に反応してしまうっていうのはあの金閣銀閣の,のひょうたんに吸い込まれるようなイメージですね。 こうもうそこに反応してしまった時点でヒューって吸い込まれていってしまってもうあの相手の思うツボになってしまうということなんですねえ。なのでしっかりと自分は自分を持っておくというのが非常に大切で相手の悪口っていうのは所詮価値の低い人が言ってきていることなんだっていうふうに捉えて相手にしないっていうのが大事なんですね。 まあだから僕が普段から意識しているのは、そういう、えー、しょうもない悪口とか言ってくる人っていうのはもう、えー、その悪口を言っているという時点でしょうもない人間だなっていうふうに判断しようというふうに決めているんですよね。なので、もうしょうもない人間が何か言ってきているっていうことは、もう例えば幼稚園児と大人が真剣に喧嘩ってしないじゃないですか。 ま、それと同じ原理で、あ、この人はしょうもない人だなと思っても、言い合いすらしないということを意識しているわけですね。えー、するとあんまり相手にね、反応したりとか、相手に言い返したりとかっていうことがなくなるわけです。えー、そういうふうに、素直に反応しないっていうことをね、えー、していくっていうのが大事なんですよ。自分も同じ位置に下がってしまうし、えー、自分もその位置で物事を見てしまうようになるからですね。人って、そういう相手に下げられたりとかしたときに、 普段だったらいろんなとこ見えるのに見えなくなってしまうんですよ。だから相手に反応して怒りに狂ってしまうと、普段だったらもっと冷静に見,見れたりだとか、相手にしない部分なのに、相手にしてしまった瞬間も相手を叩きのめることしか見えなくなってしまったりするじゃないですか。こういう時って相手に下げられてる状態なんですね。そういうふうに相手に下げられてしまうと、どうしても、えー、自分の行動であったりとか発言っていうのも、 もう、レベルが下がっていってしまうので、えそうなってしまうと、まあ、周りからも、ああ、あいつは同じレベルなんだな、というふうに見られたりだとか、まあ、悪口を言われて、周りから逆にね、マウンティングされたりとか、っていうことが起こってくるわけですね。えなので、そこに反応したりだとか、え言われて、しょぼーんってなってしまったりとかってしてたら、相手に自分を下げられてしまっているので、えー、その上にね、どん,どんどんどん乗っていかれるよっていうことなんですね。これは危険だよねっていうことです。 ね、同じ位置に下がってしまわないこととか、まあ、その下に下がってしまわないことっていうのがすごく大切なんですけど、これを学べるのが、まあ、僕、しょっちゅう、あの、このレース買うんですけど、あの、ヒグマとシャンクスの戦いですね、ワンピースの。で、あのシーンは、まあ、その、ヒグマが、 何かしょうもない言いがかりをつけていって、まあ、シャンクスがバーン倒されて、頭から先をぶっかけられるみたいなシーンがあるんですけど、まあ、そこでシャンクスは一切怒らないわけですねで。なぜここでシャンクスが怒らなかったのかっていうところを考えていくと、今回の話に結構つながっていて,て、ここで相手に反応するっていうことは、相手と同じレベルに下がるっていうことなんですよね。だから、シャンクスはそれに対して反応しなかったわけです。自分、別に自分の大切なものは、そこじゃないからっていうことですね。 で、まあ、その後一応ルフィを守るために起こるわけなんですけども、それは仲間を大切にするっていう自分のルールに従ったっていうだけであって、えまあ、この場合で言うとね、相手のレベルにげあ、えー、合わせたっていうことではなくて、え自分の仲間を守るために戦ったと。 え、いうことなわけですね。だから、シャンクスは自分のために相手と同じ高さにまで下がる必要はないというふうにここでは判断しているわけですね。なので、ヒグマに対して言い返さなかったというふうに考察できるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、このシーンを見て、結果どうなったかっていうとね、やっぱ僕たちもシャンクスってかっこいいなってなると思うんですよね。読者目線としてもシャンクスはかっこいいなってなると思うし、で、シャンクスの仲間たち、 もうねシャンクスって大人だなとかかっこいいなとかやっぱり親方だなみたいな感じのこの信頼っていうのが集まってきてるわけですねでも逆にそのレベルの低い人たちは分かんないんですよそのすごさっていうのがだからそのヒグマの山賊仲間たちはあいつだいしょぼいやすだみたいになってるわけですねまあこういうシーンはあのワンピースで言うと空島へ行く前のあのルフィルフィたちとあのなんかよくわからんドフラミンゴの部下たちのなんかあのシーンありましたよね まああのそういうのと、まあ、全く同じです。相手と同じレベルに下がってしまったらダメだということをあそこでは結構語られてましたよね。まあ、そういうふうに、えー、相手に自分よりもレベルの低い人に対して反応して自分のレベルを一緒に下げてしまっちゃいけダメだよということですね。はい、なので、まあ、そういうことをしていると本当に価値を分かってくれる人が仲間になってきたりだとかお前は本物だって認めてくれたりとかするようになってくるわけですね。でこういうふうに相手に反応して同じ位置に下がらないと。 本当に大事な価値を分かかってててくくれれるる人が自然と近づいきら相手に合わせて自分の価値を下げていなかったら自分は自分のルールを守って自分の軸を守って自分が大切にするものを大切にしていってっていうことをしてたら。 自然とその価値を分かってくれる人が近づいてきてくれるから、わざわざ自分よりも下の人が自分を引きずり下ろそうとしているものに反応しなくていいんだよ、ということをね、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。悪口を言われて逆に好かれていく人っていうのは、悪口を言うような人から好かれるっていう意味じゃなくて、悪口を言われることによってそこの対処の仕方で、 本当に価値を分かってくれる人とかが集まってきてくれるようになるよということですね。こういうふうに、えー、自分が普段ね、どういうふうに反応していくのか、どういうふうに生きていくのかというところに意識を向けていると、こういうふうにね、本当に大切な人たちとか、本当に価値が分かってくれる人たちが周りに集まってくると思うので、ぜひここを意識してみてください。こういうふうにね、自分が相手にどういうふうに反応するかっていう部分を相手に対して 相手がやってきたことに対して反応するのか自分の中で決めているルールに従ってこう動くのかっていうのでかなり違ってくるですね結果っていうのも。 なので、僕はそういうふうに自分の中のルールっていうものをどん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 守っていこうよっていうことをあの発信し続けてて、まあそういったね自分の中のマイルールっていうのをたくさん作っていこうということで、えー、メールコミュニティを発信どんどんしていってるんですね。こういう考え方を持っていこうよとか、こういう価値観を持っていこうよとか、えー、そういった部分を主に解説していってるんで、まあよかったらね、概要欄から参加してみてください。で、毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。